ねえねえマリコ、俺の髪、シギ様を真似したんだよ。似てる？だろ？苦労したもん。シュラ、戦闘中は邪魔だから切るようにと言ったはずです。じゃあシギ様は？ここは俺に任せて早く離れろ。向こうに滝子が。私ならここにいるわ。滝子、なんで来てんだ。向こうで待ってろって言ったろ。と大胆に出られたものですね。おい男女、マリコをどうするつもりだ。どうもこうもねえんだよ。助けに来たって聞こえなかったのかよ。
何やってんだ、早くこっちに来い。とにかくマリコを離せよ。マリコさん、今のうちにこっちに。大丈夫ね。だから言ったろ、マリコなら大丈夫だって。あら、自分が一番責任を感じてたくせに。んなことねえよ、ちょっと目の前で触られて。もちろんじゃない、すごい心配したんだから。たくみさんはどうだったの？そう。
リコさん、頑張って。ダートさ、タキコ、さっさと行くぞ。遅れるのは勝手だが、手伝わないからな。ウルキ、そんな言い方。そう思うなら、もう少しキビキビ歩いてくれねえかな。うわじゃねえよ。もう歩けねえのか。無理すんなよ。疲れた顔で言われても説得力ねえんだよ。タキコはいいんだよ。お前の方がよっぽど危なっかしいからな。お前、シギたちに変なことでも吹き込まれたのか。いや、何もないならいい。お前が思っているよりはな。滅びの象徴じゃ、おちおち町も歩けない。それはマリコさんのせいじゃないわ。ま、そりゃそうだ。マリコのせいじゃないが、マリコが巫女じゃなければこんなことにはなってねえよな。ウルキ。なんだよ。ううん、なんでもない。
バーカ、お前が遅れたって同じくらい危ねえよ。危ないと思うならさっさと行くぞ。Thank you.
ルコのことを殺さなきゃならないかと思ってたんだ。助かってよかったね。なぜあなたがここにいるのですか。シギ様、マリコは逃げてきたんだって。これだったら殺さなくていいんだよね。ええ、上出来ですよ、シュラ。僕はマリコに聞きたいことがあります。シュラは宿営地に戻り、ここまで移動させるように伝えてきてください。一つ聞いてもいいですか。なぜ戻ってきたのです。僕の質問が先です。病人？逃げたあなたを追って。僕がおとなしくしていれば、あなたもおとなしく捕まってくれますか。あなたは何をしたいのですか。理解に苦しみます。